はい、今回はですね、内心ドキドキしてるんですが、はい、東京駅のとある場所に元ヴィッセル神戸の社長に呼び出されたということで、はい、概要全く聞かされてない、はい、ちょっと来てくれと言われたので、ちょっと恐ろしく来てみました。来られないかな大丈夫かということで、まあ、早速行ってみたいと思います。早速ね、ちょっと行ってみたいと思います。あ、つばさん、どうしたの？え、つばさん、どうした？いや、今日俺ここに会社に今日ここに行って仕事してくれって言って来たんですよ。呼ばれたら何もよくわかんないけど、とりあえずここに待っとけ。本当ですか？いや、もう行くのだね。え、マジで？あ、でも一緒だよ。じゃあ多分一緒だね。はい、そうです。何なんだろう。呼ばれますね。あれ？新規事業企画部っていうのを4月に作って、今何やってもいいということで、はい、J リーグの選手と、なんかやりたいなって思っていて、まあ、特に、J リーグで活躍して、こう引退して、ビジネスを勉強したりとか、頑張りたい、まあ、クラブに残らないで頑張りたいとか、クラブの外でもいろいろやりたいみたいな、まあ、素材がいい人いないかね。お話聞いたら、うまい人が3人いるよということで、すごく皆さんに来ていただいたんですけど、いや、よかったです。悪いことしちゃったのかビジネスよかったです。最近3人で何かしたかったね。サッカーしたかったしないよな。キャラのことが多かったね。サッカー選手と、まあ、なんかさっきのビジネスやりたいってことなんで、こういうスカルプに、まあ、悩みをこう解決するみたいな商品開発の得意なんで、皆さんがこう現役時代とか、まあ、もしくはこう現役引退してこうなんか困ってたなとか悩んでたなみたいなこととか、まあ、それを解決するものが何かこうあるんだったら、もうぜひこう皆さんの意見を聞かせていただいて、まあ、それを商品したいなと思って、まあ、あとはそのよくあるこうアンバサダーみたいな広告塔みたいなんじゃなくて、実際こう商品を一緒に使ってもらって、そのいろいろ改善も合わせて、商品のネーミングとか、あとボトルとかですね、あとプロモーションで売っていく、で最終的にそれがじゃあ売り上げがどれぐらいで、コストがどれぐらいで、利益どれぐらいになったみたいなのも、なんかこう一緒にシェアして、まあ、少しこうビジネスの勉強なんかも含めて、一緒にやれたら楽しいんじゃないかな。そんなお話いただけると思ってなかったので、何とかはあるんですか？まだ、もう本当にそこからなんですか？逆にそれをディスカッションしたくて、うん、なんか、悩み、現役時代になんか悩んでること。でも僕はもう、もろ肌ですね、シミとか、ほくろとか、日焼けしてるから分かんないんですけど、すごいんですよ、めっちゃ悩みで。一日とそんな悩み抱えてるには見えない。確かに、ね。かわいらしいな。俺はまあちょっと逆に現役中、なんか全然関係ない話だけど、私服のパンツのサイズ、私服のウエストは閉まってるけど、足尻とももが太いんだね。
結構あるあるです、ね、そう僕の肌って結構敏感肌で、うん、シャワー結構浴びるじゃないですか、うん、選手ってあの練習終わってとか僕朝も浴びますし夜も浴びるじゃないですか、うん、なんか乾燥やっぱすごい顔もそうだし、うん、体もそうだし、うん、まあ、だいたい乾燥肌になりやすい、まあ、そう確かにそれはあったかもしれないです。僕がその200系とかやっぱ頻度あるので、はあ、シミとかもなくて、うん、まあシミ予防だとその日焼け止めとか、うん、ああ日焼け止めもなんか分かれてね、そうですね、つける人とつけない人は分かりますね。結構なんでしょう、めんどくさいから。めんどくさいのもあります。なんかこうつけて汗とかかいて目になってして目に入って痛いとか、あとはでもやっぱり脂肪になるじゃないですか。そうそうそう、脂肪勝ち悪いよね。それはやたら白いぞみたいな。そう、ね、そうなんです。それはちょっとやっぱり見られるし、試合なんか特に あとはまあやっぱり相当な量汗かくんで普通に強いとか、汗が強いから、やりましょう。お願いします。お願いします。そこであのアンファーでサッカー選手の課題を解決するという。なるほど。そのことに取り組んでいきたいなと思います。はい。よろしくお願いします。はい。お願いします。ということで、無事生還しました。はい。ということで、まずは怒られなくてよかったってところだったんですけど、まあ、まさかのスキンケアの共同開発。今回、まあ、坪井さんと石川直人、はい、まあ、一緒に商品開発からやろうということでお声掛けいただいたんですが、まあ、すごくありがたいお話。まず3人でね、こう引退選手がスキンケアのね商品開発に携われるっていうところもそうですし、このビジネスに携わらせてもらえるっていうのはなかなかご縁がないことなので、個人的にも嬉しく思ってますし、まあ、やるからにはいいものをたくさんの人に届けたいという思いでやりたいと思ってます。まあ、頑張っていきたいと思うんですが、これからの工程としては商品の中身っていうところを、まあ、直人、坪さんと使用させてもらいながらアップデートしていく、まあ、それと同時並行ですかね、まあ、ネーミング、パッケージデザインだったり PR とかマーケティングっていうことですを進めていくということで、まあ、これからやっていきたいと思います。次のミーティングの時にはみんなでね、アイデアを出しながらネーミングとかもこのアイデアの中で決めていきたいと思ってます。まあ、次回もちょっと頑張りたいと思います。はい。先生どうもありがとうございました。ありがとうございます。まあ、今日はソナイフの商品の使用会で ご意見いただきつつ、まあ、改良するっていうのと、ロゴとか、はい、ネーミングみたいなところでディスカッションをちょっとしたいと思います。はい。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。前回こちらのサンプルをお使いいただいているかなと思うんですけども、はい、いかがでしたか、ね、使用感。まあ思い出すために使っていただけたらと思うんですけど、ちょっと僕なんか一番気になるのは白浮き、はい、サンプルしてればいいですけどね、はい、なのでちょっと今回新しい改良サンプルを2種類お持ちしたので、こちらの透明タイプは見ていきます。おお、すごい全然、まあ、やっぱ白いでいい。少し、まあ、僕としてはギラつきとかテカリがもしかしたら気になるかなとは思ってるんですけど、皆さんいかがですかね。でもちょっとあれですね、オイリーな。あ、確かにオイリーな、うん、そうです。もう一方のもともと乳液っぽいタイプの方がこちらなので、こちらも試していただけたら。最初白いけど、でももうね、うん、はい、なじむ感じですね。あとベタつきもあの粉を結構入れたのでサラサラ感が続くような形で、そんなベタつきも気にならない仕様にはなってるかなと。ちょっと持ち帰って、はい、まあ、使ってみて、まあ、そうだね、そうだね。今回の、まあ、ブランドのイメージになります、まあ、3つのデザインの提案としてこちらの方でご用意いたしました。デザイン A、左腕のものが、まあ、自然だったり、まあ、チームというところを意識したカラーリングのデザインになっています。でもこうメンバー見てて、はい、サッカー選手といってるとエネルギッシュな、あ、パワーがなんかこうある感じがいいなって、なんか僕個人とはまたちょっとこうみんなでこう集まった時のエネルギーの話につながりみたいな、キラキラしてますね。確かに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 。まあまさにね。もうちょっとなんか強いよ。そう。インパクトのエネルギッシュな、もういいかなとは思いますが。ラッセッシュ。おー、ありがとうございます。なんか、ありがとうございます。先日だったら俺
んですよ。あもううわ嬉しい。うわすごい。なんかチーム愛を感じますね。まだ2回目のディスカッションなのにこんなすごい嬉しい。ありがとうございます。ナイフとフォーク。今日はですね、ネーミングとあとパッケージをちょっともう決定ということで、はい、LINE でね皆さんでこうネーミングを出し合って、まあ僕と坪さんねあのディフェンダーということで、でなおはまあ攻撃っていうことで、はい、この中でもう決めるっていうことで。最初、そのね、カテナチョ、はい、いいじゃないかっていう話だったんだけど、サッカーに寄りすぎてんだっていう話になって、まあ、この中で一つね、決まりました。いきます、こちらなんです。で、これスペイン語なんですけど、はい、まあ、坪さんと、まあ、これ話して、肌のカバーというかね、カバーリングということで。ちょっとカテナチオじゃあちょっとサッカーに寄りすぎて強固なみたいな感じじゃない意味が。はい。で、なおは攻撃目線で。うん、そうだね。僕が攻撃で突破側だったんで、目の前の相手をどう打開しようかってなるじゃないですか。でもカバーリングのカバーリングされたら、そこ突破できないよね。だから僕が、ね、紫外線から。紫外線突破しようと思って、ただ突破しようと思っても、突破が難しいみたいなね、イメージが浮かんだんですよ。だから紫外線ってこっちだもん、あの、この。こっちがね、ペルム。ペルム。抜けないみたいな。後ろにいるよ、みたいなね。ペルムってことで。はい。はい。ネーミングが決定しました。パッケージも決まって、いろいろと文字の位置とか、うん、形とか、カラーもちょっと決めさせてもらってっていうので。で、こちら、なんですか。はい。ペルムータっていうことで、ちょっとスペインっぽい情熱みたいなね。うん、感じのカラーで円になってるじゃない、ベルムータって。はい。そう、それの、はい、そうです。どこの位置にするかって配置もちょっとこうディスカッションしながら、みんなで決めながら、この文字を縦にするか横にするかとか、僕らは好きかって言っちゃう。本当に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 今までなんかやった中で一番大変だったのはデザイナー言ってたけど。まあそうなんですね。でもそうですね。その効能とか全部は、はい、最後まで見ていただければ。もうなぜ日焼け止めかっていうのが分かるので、まあ、それは最後までちょっとね、見ていただいていいので。はい、パッケージ出来上がりました。予想以上になんか、うん、かっこいいっすね。かっこいい。うん、日焼け止め。はい、日焼け止めだよね。こちらが、化粧水、化粧水。色味も、もう、ドンピシャでした。あ、そう、うん、あの、多分あの映像で見た時より、うん、よりイメージ通りで、イメージ通り、はい、艶もね、艶があるね、艶があるね、うん、日焼け止めとしてあんまり見たことない、うん、あ、そうですね、そう、白とかのイメージ、確かに、確かに、こちら、はい、まあ、4月に販売される、今からまだ3ヶ月後とかかな、今、まあ12月なんで、この時期であんまり赤すぎると、うん、レッツの強すぎちゃう。なるほど。なるほど。なるほど。特定はあんまこうチームのイメージっていうより、まあ、みんなに使っていただきたいってあるので。なるほど、なるほど。あ、こういう色味の、あのサッカーチームの色もあんまないですし。まあ確かに。そうだね。そういうことだね。あ、すごくいいなと思いました。今後のスケジュールっていうか、はい。はい。まあ、あの年明けに、なぜやっぱこう、日焼け止め必要なのかみたいなことを、うちのドクターから。いろいろ話聞いてもらって、また2月に SNS 戦略みたいなところをちょっともう一回こういろいろ話し合って、営業戦略みたいなところをちょっと合わせご相談したいなと思います。はい、はい、ということで、今日は2022年、うん、はい、一応新年明けましておめでとうございます。そうですね、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。ということで、今日は D クリニックに来て、まあ、川島先生にちょっと日焼けに対してのどういう効果を得られるのかとか、日焼けがどういう今後に影響があるのかという説明を伺いに来ました。はい、ということで、早速行ってみたいと思います。はい、ということで、今回は D クリニックの川島先生に、はい、いろいろと日焼け止めを、はいはい、
作らせていただいて、日焼けについて、はい、どうです、いろいろ説明してもらいます。今さら日焼けの話をしても遅いような話です。そうですね、今からでも遅くはないというか、はい、今からでも必要だと、日焼け止めですね、そういう話もしていきたい。はい、お願いします。よろしくお願いします。まずですね、日に当たらないといけないんですよね。日に当たる必要もあるんです、うんうん、でも東京の炎天下のあの光の下だったら顔と腕が出てるか、それ5分間もいらない、それで十分な我々に必要なそのビタミン D という成分、これはまあ骨の成長とか骨が弱くならないというためにビタミン D が必要なんですよ。これを皮膚で産生するんですよ、光が当たる。そのために必要な光線量は実は5分です。僕の結構シミあると思うんですよ、うん、はい、よく結構すごいですよ。そんなに梨の顔を打ち出したことはないです。まあ、梨の顔を光老化っていうのを説明したい。紫外線には波長から3つがあるんですね。 UVA、UVB、UVC。 UVC ってのは実はものすごい紫外線障害ですね、はい、実はこのオゾン層、オゾンホールで止められて地球上には降り注ぐ、まあ、それは無視して残る UVA と UVB、 C というもの、メラニンという色素がどんどん増えるような状態を作るのはこの UVB。 メラニンを作るし、いわゆる日焼けの穴赤くなる、痛くなる、あれを起こすのもこの UVB。 UVA はもっと奥まで入っている、CP という部分まで入っているので、これがシワ、たるみというものにつながっている。まあ我々はこの2つの光線を遮断しなきゃいけない。日焼け止めを塗るっていうのは、塗るのが当たり前っていう習慣をつけてほしいので、はい、うん、今はサッカーチャンネルか美容チャンネルに変わってますけど、詳しくはサブチャンにはノーカットバーを載せますので、美容にお悩みの方、サブチャンをぜひご視聴ください。いよいよ今年発売という形になりますので、よろしくお願いします。今ですね、正式販売を4月13日にですね、行いたいなと思っています。取扱店舗がアンファーストアというですね、アンファーのオフィシャルのホームページがあってですね、まあ、そちらで取り扱いをするのと、あとは楽天さんとか、ヤフーさんとか、アマゾンさんとか、まあ、こういったところでも商品発売というところを行っていきます。やっぱりこう今時代も変わってきてるんでね、今回この人ロールモデルに実はこうしてるというか、みんなと一緒にこう商品をこう作っていく、こうちゃんと意見も聞いてプロモーションに関わってもらってみたいなところからやっぱりやって、極力その最初の時点では広告宣伝コストを抑えて、うん、SNS 中心にやって、まあ、そしたらどれぐらいその果たして売り上げ上がるのかみたいな、まあ、ところでこうチャレンジも結構あって、前は1個前は白浮きしないってことで結構ギラッ、あ、そうですね、透明で、はい、まああれはあれでもよかったんですけど、やっぱり結構ギラギラしてそうですね。そうですね、そうですね、ちょっとベタつきじゃないですけど、はい、はい、ちょっと油みたいな、そうです、そうです、はい、これ気になったんですけど、今回だとすごく白浮きしないし、はい、これが、これがちょっと手に、これいいですね、しかもちょっと塗ってすごく肌に馴染む、そうです、あ、ちょっと化粧水みたいな、あ、そうです、そうです、感じで塗れる、はい、はい、すごいいいなと思って、一応 SPF 測定したら、これですか、あ、そうです、最後使ったのが03、そう、匂いとか、匂いでしたか、匂いも僕は好きな、僕も好きな、レモングラスでした、あ、そうです、はい、販売まで、はい、あと約1ヶ月発売日は4月13日水曜日ということで決定しました。まず販路の詳細としては、店舗の方はこの後各販予定ではありますが、当社のクオリティがいいというところと、当社も合わせてセットで使うというところで、まあ、アンファーの光老化に対しての取り組みというのを一緒に啓蒙しながら行っていきたいなと思っています。僕は一応サッカー系というよりもインフルエンサー周り中心にやろうと思ってて、はい、ウィナーズだけじゃなくて他の YouTuber とか TikToker、 TikTok がやっぱ結構
ジャック連想なんですけど、はい、でも拡散力が半端なかったんで、はい、それで TikTok とかも当たりながら、あとは Instagram もそうなんですけど、リーチが届かない層にね、ちょっとこう行こうかなと。ここに、まあ、今借りれたいようなもっと自由にあの入れていただいてるんですけど、このキャッチコピーを書き込みでいいですよね、うん、直感で、ここがこうだったらとかで動いてあればいただきたくて。絶対負けないためにもインパクトはすごい強くていいなと思うんですけど、まあ紫外線なんで、まあ良くないものっちゃ良くないんですけど、太陽で送ると、太陽で、そう、それはちょっとそう、太陽全てが悪いことになっちゃうっていうのが、太陽には当たってほしい、そうですね。アスリートっていうのはと、そうですね、そこがちょっとアスリート限定みたいな、アスリートじゃない部分、はい、はい、ということで、今回ですね、やっと、制作期間は約8ヶ月、うん、かかったね、はい、かかりましたね。もう目の前なんですけど、商品開発ということで、日焼け止めとローションが完成しましたということで、いやこの音ですよ、ね、この音ですよいや本当にこのパッケージもそうなんですけど、ネーミングからもそうなんですけど、すべてを携わらせてもらって、商品開発からやらせてもらって、なかなかやっぱりないので、すべてこう僕らの思いを込めさせてもらったみたいな、あと使用感とかもそうなんですけど、僕も使わせてもらいました。まあ黒いですけど、これは沖縄にちょっとね、合宿行ってて、でこれもね、バッチリ使わせてもらったんですけど、でも赤くなったりしたの？いや、だからね、痛さとか、もちろん他の箇所としたら、黒みは全然、顔の方が抑えられたし、使用してきたじゃないですか、違う日焼け止めとか、その中で嫌だった部分を改善するっていうところを反映させてもらったので、なのでぜひ皆さんこう使っていただければと思うんですけど、ちなみにこちら4月13日発売開始ということで、日焼け止めとローションということで、もうこちらバッチリも僕らの思いも込めさせてもらって、商品開発からアンファさんとやらせてもらったので、皆さんぜひということで、気になるお値段、はい、お値段です、はい、こちらの日焼け止めの方、はい、税込み価格、はい、3210円です。はい、3210円で、こちらのローション、はい、こちらの方が3960円です。はい、はい、3960円。店舗はですね、楽天市場アンファーストア店、そしてロフト、東急ハンズ、カモスポーツ、まあ細かいところは概要欄にありますからね、はい、そっち見ていただけるんですか？じゃあよく見てるから、デルチューバーだから、今回、まあ、8ヶ月にわたって動画をね、ミーティングの都度に撮らせてもらったんですが、まあこの僕の YouTube チャンネルっていうのは、やっぱサッカーっていうところで、僕が J リーグを盛り上げたいっていうところで始めさせてもらってます。本当にこうやってアンファーさんと一緒にやらせてもらいました。で、本当元サッカー選手とか、やっぱりそういう企業と一緒にこうやらせていただくことで、今までの選手の価値じゃないですけど、僕らがここでしっかりと実績を作って価値を残すことがサッカー界に還元されると思っているので、僕はこうやって動画をね、ストーリーの中で皆さんにお伝えして、一人のものをこのね、もちろん商品としての内容もそうなんですけど、まあ一緒にこうね、歩んでいくっていうところでしっかりと実績を残したいと思っているので、それがまあ結果的にサッカー界に還元できるっていうところの一歩だと思っているので、まあ、今回本当にこうありがたいご縁で商品開発から入らせてもらいました。本当にね、わがまま言っていろんなこうね、意見を反映させてもらいました。でそのまあ本当形としてこういうものができて、一人でも多くの方の手元に届いていただければ、本当に僕らのやった形というのが思いで届くということで、すごくありがたいので、皆さんぜひご購入いただければと思いますので、本日から発売してますので、概要欄の方からぜひよろしくお願いしますということで、今回は、8ヶ月にわたる、動画ということで、ビッグプロジェクトだね。そうなんです、ビッグプロジェクト。でもその分思い出が ね、うん、やっぱ違うんで、はい、楽しみです。楽しみです。どんな人が手に取ってくれるかっていうのはね、はい、皆さんぜひご購入いただければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。